聖マリア教会は、ポーランドのクラクフ中央広場に隣接するブリックゴシック様式の教会建築である。14世紀に建設された、この教会の設立は13世紀初頭にまで遡ることができ、ポーランドのゴシック建築物の高齢として挙げられる。教会の高さは80メートルで、特にファイトシュートスによって彫刻された祭壇岩によってよく知られる。 聖マリア教会の二つの高い塔の上からは、毎時間ごとにヘイナウ、マリア付きと呼ばれるトランペットの時報が演奏される。トランペットの悲しげな音色は演奏中に中断されるが、これは13世紀のラッパ兵が、モンゴルの襲来を告げる警笛を鳴らしている途中で、喉をいられたことに由来する。正午のヘイナウは、ポーランド全土で放送され、海外放送としても、 ポーランドラジオ第一放送で中継される。聖マリア聖堂は国外に広がったポーランド人たちによって建築された多くの、特にはシカゴに位置するセント・ジョン・カンティウスやセント・マイケルズなどのポーランドの聖堂様式で設計された教会の建築モデルともされた。この教会はエリック・ピー・ケリーによるクラックフのラッパブキによって多くの英語話者に親しまれている。 年代記作者のヤンドゥゴシュの記述によれば、クラクフ中央広場のセマリア聖堂は、クラクフの主教であったイボ・オドロボンシュによって1221-22年頃に設立された。この建築物は、モンゴルのポーランド侵攻によって破壊された。1290-1300年のうちに、廃墟の上で、初期ゴシック様式による新しい教会が再建された。この教会は、 その20年後にあたる1320年に性別されている。教会の完全な再建は、カジミエシュ三世の統治下であった1355年から1365年の間に、裕福なレストラン経営者であったミコアイビエジネクから大きな援助を受けて行われた。この時内陣は慎重され、背の高い窓が加えられた。1395から97年にかけて、 新しいボールトとともに完成した教会の中央部分は、プラハ出身の大職人であったミクラーシュ、ベルナーによって建築された。しかしながら、1442年のクラクフにおいて、これまでなかったほどの地震があり、これらの内陣とボールトは崩壊している。15世紀の前半、教会横にチャペルが追加された。これらは、ほぼ大職人であるフランチシェイク・ビエホニの働きによる、 ものであった。これと同時期に都市全体の時計塔として北東が設計、建築されている。1478年、大工のマッチ・ハリングが困る屋根を塔に奉納した。1666年には、京においても未だ存在する金箔仕立ての冠が置かれた。15世紀末、聖マリア教会はファイトシトースによる 高シック様式彫刻の傑作である聖母、マリアの祭壇で豊かに飾られた。1536年、または1537年、ジグムント一世は、教会での説教についてドイツ語から、ポーランド語で行うように変えることを宣言した。この時、クラックフのドイツ系の大きな共同体は、その礼拝の場をより小さな聖バルバラ教会へと移していた。十八世紀には、 司教代理であったヤツェク、アウグスティン・オパツキの決定により、高期バロック様式で内装が再建された。この作業の責任者は、フランセスコ・プラチディであった。26機すべての祭壇と装飾品、家具、チョイス、絵画はすべて置き換えられ、壁はアンジェラドバンスキにより、色鮮やかに装飾された。19世紀初頭、市は、聖堂近くの墓地を閉鎖し、 公共広場にすることを決定した。この広場は今日では、プラッツ・マリーヤキとして知られている。1887年から1891年に、かけて、タレウシュ・ストル・イン・エンスキの式により、聖堂にネオゴシック様式が導入された。ヤン・マテイコの寄付により、マテイコ自身が壁画が描き、内陣のステンドグラスは、スタニスワフ・ビスピアンスキと、ユゼフ・メホフェルが監修した。 2010年4月18日、聖マリア聖堂において、ポーランド大統領であったレフカチンスキとその妻の葬儀が行われた。葬儀の後、その棺はバベル大聖堂へと運ばれ、地下へと埋葬された。ありがとうございます。